加藤泰造青春の生き方講演集第2巻をお届けいたします。題して今この青春をどう生きるか。このテープは埼玉県越谷市での1時間30分の講演を50分に編集したものです。僕に与えられたテーマは今青春とはと、まあ、いうことなわけですが、でまあ最初にですね、今ということを少し考えてみたいというふうに思っているわけです。今ということを考えながら、まあ、青春の問題を考える。最初から結論めいたことを言いますと、精神的に健康であるかそれとも不健康であるかということの一つのメルクマールがですね、人間がその今に生きられるかどうかということなんですね。心が病んでいるということはどうしても過去に生きたりですね、それから将来のことを心配しすぎて、もう将来の準備だけで、人生終わっていくと、まあ取り越し苦労とかですね、心配のしすぎとかっていう、もう未来のことばっかりこうで人生が終わる人もいれば、もう過去のことにとらわれて一生そのかつてのですね、問題、過ぎ去った問題にとらわれながら生きていくと、まあ、いうことなわけです。で、まあ、具体的に言うと高野菜って言うんですかね、なんかあるときは高野菜っていうのと前野菜って言うんですね。で、前野菜型っていうのと高野菜型っていうのがあるんですけれども、ちょっと病気の名前で言うと高野菜型っていうのがですね、うつ病と言われている人のものの感じ方が高野菜型なんですね。で、前野菜型っていうのがですね、これがまあどちらかというと、まあ、分裂病と言われている人たちのものの感じ方にあるわけです。で、まあそういうことで、過去にもとらわれずですね、今を生きることを忘れないで、忘れてしまうということもなくですね、生きるということが、まあ、一つ人間の心が健康だという、まあ、いうことになるわけです。で、よくそのうつ病なんかの場合ですね、今言ったの後の祭り型、高野菜型と、後の祭り的時間構造というふうに言います。ポストフェストム的時間構造なんて言うんですけれども、例えばですね、まあデール・カーネギーっていう人がいますけど、その人がこういうことを言ってるんですね。ドンツソーソーダス、ドンツソーソーダスというのはどういうことかっていうと、おがくずですね、おがくずを引くなと、つまりノコギリで木切って、これはもがくず出たんで、これはもがったことだと。ところがその世の中にはそれをいつまでも引いている人がいると、まあいうわけです。で、まあそういうおがくずを引くなと、まあいうことを言ってますけれども、おがくずを引くなっていうことを言うというのはですね、世の中にいっぱいおがくずを引いて、もう引き終わったものにとらわれているということなんです。で、まあ僕も今テレフォン人生相談というのを日本放送がネットキー局にして、放送しているわけですけれども、その最初の言葉がですね、すでに起きてしまったことにかずらわっているよりも、これからみんなしてできることを探そうというのが最初の言葉なんですね。というのは、人間どうしてもそのすでに起きてしまったことにこだわって、まあテレフォン人生相談っていうのは悩みの相談ですから、いろんな悩みの相談を聞いてますとですね、そのすでに起きてしまって、もうこれはどうしようもないと、まあ、いうことにいつまでもかかずらわっていているという人がいるわけです。まあテレフォン人生相談にはかかってきませんけれども、そういう心の病んだ人たちの病院なんかに行きますとね、例えば大変年取って、まあ50歳、60歳になってですね、どうしても初恋の人のことを未だにその言っているというのがいるんですね。まあ、60歳になって10代の初恋のことを言っているというのはちょっと異常に見えるけど、結局その人とうまくいってさえいればっていう、もう本当に昔のことにとらわれている。
で、まあ、60歳になって初恋の人にとらわれてですね、もしあの人があんなことをしなければって言ってると非常におかしいように思いますけれどもね。だけど実際考えてみると人間というのは小さい頃に何か心の傷を得るとですね、その心の傷を癒すためにだけこう生きているような人もいるわけですよ。まあ環境宮なんかもそうでしょうしね。なんかつまり本人は努力して前を向いているつもりなんでしょうけれども、実はバックミラーだけしか見ていないと、本当に前を見られないと、過去ばっかり見ているっていうのがいるわけですね。いや、それは社会人になってからですね、名刺交換するとですね、いや実は私はこの会社に入るつもりじゃなくて、入社試験の時にちょうど風邪ひいたからこうなってああなってっていう、まあ、かなりの年の人がですね、そういう言い訳をする場合があるんですね。つまりその入社試験、就職の時に自分の望むような就職ができなかったんでしょうね、その人は。そうするともうそれから5年たち、10年たち、20年経ってんだから自分の現在の職業に全力を注げばいいんだけども、名刺出した瞬間に、実は私はここをじゃなくて入社試験の時に風邪ひいたんだとかね。だからそれはいろんなことで囚われるということがあるわけです。だからまあその後の祭りというですね、そういうようなことのないようにというんですかね、青春っていうのは。で気が小さいということもあるんでしょうけれども、ほんのちょっとの変化でもですね、取り返しのつかない変化のようにですね感じる場合もあるわけです。これがやはりそのさっき言った後の祭り的時間構造、ポストフェスティブ的時間構造っていうんですけどもね、まあ例えば女性なんかでもちょっと恋愛してですね、まあ、最近はそういうことないんでしょうけれども、我々の年代だとちょっと恋愛して、それが深入りしてですね別れることになると、もうお嫁に行けないの何のって騒ぐような人が出てくるわけですね。まあ、ほんのちょっとのことをそういう形でですね、こうお嫁に行けないとかなんとかというような、大体言葉自体が非常にこう良くない言葉が日本に多いですよね。そういう女性のことをですね表現するような場合とかね、まあ失恋は一回したと、だけどまたそこでその恋愛がうまくいかなかったらまた次の恋愛に向かってですね、まあ、そうすぐはその人間の気持ちだからいかないでしょうけれども、まあ、いつまでもしある一つの恋愛にこだわ、失恋にこだわっちゃう。で、その失恋に一生支配されちゃう。で、先ほどもその心の病で60代で初恋って言うとおかしいって言いましたけども、作家なんかでもですね、もう死ぬまで初恋のことに関わってそこから抜け入れられないでそれだけ書いてるっていう人もいますよね。だからそれは作品を生み出すっていうことではいいんでしょうけれども、その人のそばにいる女性を考えたらこれはかなわないでしょうね。つまりその人がその初恋で破れて10代で、でまあとにかく結婚しているということになって、で結婚して40ぐらいになってもですね、まだその初恋のことから抜けきれなかったら一緒にいる奥さんかなわないと思うんですけどね。だけど実際にはそういうことってのは割と多いわけですよ。ですから、まあ、まさに、おがくずを引くなっていうのかね、すでに起きたことにかかずらわっているよりも、今ここでできることをやっていくっていうのは、その今に生きるっていうのは大変積極的な姿勢なんですね。積極的な姿勢がないとどうしても、その、過去のことにとらわれちゃう。あの時こうしていればよかった。あの時ああでなかったらばというような。そういう人の考え方、うつ病者の考え方なんていうのは堂々巡り方っていうんですけどね。もう同じことを失恋なら失恋というその過去のことの堂々巡りなんですね。いつまで経ってもそこからその話題がそれない。まあシーベリーという人がアメリカの心理学者でいるんですけれども、その人はまあこういうことを言ってる。飛行機がニューヨークから飛び立ってフィラデルフィアに行った。で、フィラデルフィアに着陸するかなと思ったらフィラデルフィアに着陸しないでまたニューヨークまで戻ってきた。で、ニューヨークでまた戻ってきて着陸するかと思ったら着陸しないでまたシカゴ行っちゃった。シカゴで着陸するかなと思ったらまたニューヨーク戻ってきちゃった。まあそういうような飛行機みたいだって言うんですね。だからそういう人と話してるとテーマはあるけどテーマの進行がないんですね。テーマはあるけどテーマの進行がない。いつになっても同じところをぐる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 先に進めない。
まあ、メリーゴーランド型なんていう人もいるんですけど、メリーゴーランドと同じところぐるぐるぐる回って、これはもう年齢は取っていくけれども、ずっと過去に生きているとまあ、いうことなんです。あの時こうしてれば、よく新聞なんかで出ますでしょ。奥さんがですね、株にその手出して、そのへそくりを使っちゃったと。ところがその株暴落しちゃったと。で、この株を勧めた証券会社の人がけしからんということで、その毎晩毎晩その証券会社の人のところに電話し続けると。それでもう1000回電話かけたんだか2000回電話かけたんだか知りませんけれども、とにかくそのうち捕まると。そうするととにかく自分株買ったと、へそくりで、で落ちちゃったと、損しちゃったと。でこっから抜けきれないわけですね。もうそれから先の生活は全部過去を見て生活してるわけです。あの人がけしからんっていうんで、いつまでたってもその人のところにその電話し続けて、そういうのはもう事態を解決しようっていうんじゃないですね。ただ騒ぐだけ。だからその失恋にしてもですね、から経済的なそういうことにしてもですね、なんかそのそこら辺で過去にとらわれちゃう。で、今を生きられるっていうのはですね、大変心の健康であるということの証拠なんですね。今に生きられない人っていうのは優柔不断っていうか、不決断っていうか、何事も決められない。昔歌謡曲で、言えばよかった一言言えずに、要するに好きと言えばよかったと。その好きと言えばよかったその一言を言わないで別れちゃったけれども、まだあの人が好きだと。こういうようなその歌謡曲、趣旨の歌謡曲がありましたけれども、これその、言えばよかったと。好きと言えばよかったけど、その時言えなかったと。それでもうこう、別れてしまったと。これでもう終わったと。そしたら今度は前向いていこう。生きるかと思うと、言えばよかった一言をって、その、いつまで経っても、その、言えばよかった一言をって、だってもう実際言ってないわけですから。じゃあこれからは俺はその自分の気持ちを素直に言うようにして生きていこうと。言うんではなくて、いつまでも言えばよかった一言をと言いながらですね、こう人生を取っていく。でも、二十歳になり、二十五になり、三十になっても、言えばよかった一言っていうようなですね、感じなんです。つまり、新しい情熱の対象が見つからないし、新しい情熱の対象へ自分というものをこう、向けていかれない。まあ、僕の名前は加藤泰造っていうんですけど、これ、諦めるっていうんですね。で、よくその、諦めるっていうから、まあ、なんか大変年取った人を想像する人が多いんですが、あの諦めるっていうのは、僕はまあこの自分の名前あんまり好きじゃないんですけどね、ただ諦めるっていうことは非常に消極的なことではなくて、実はあの割と積極的なことなんですね。どうしようもないことを諦めるか諦められないか、つまり取り返しのつかないことを取り返しのつかないこととして諦められる人とですね、取り返しのつかないことを取り返しをつけようと思っていつまでもあがいていて一生終わるという言葉はよくなる。過去に俺はこういうことをすればよかったと。じゃあ今そこから始めればいいんですけれども、その日が終わる。そうすると昨日こうすればよかったって言うんですね、その人たちは。で、また明日になると、いや昨日やってればと。つまりそういう形で今がないんですね。今言ったように、まあ、バックミラーを見ながら生きてしまうっていうのか、まあ、人生は一つの扉が閉まればまた別の扉が開くというわけですけれども、一つの扉が閉まったところで別の扉が開いているんだけど、そちらの方に目がいかないと。で、まあ、これは日本ばかりではなくてアメリカの本なんか読んでいてもよくその種のことは出てくるんですね。先ほどのドンツソーソーダスなんていうのはもちろんその英語なわけですけど、あの時こうすればよかったっていうのは非常に無責任な言葉だって。本当に責任のある人はあの時こうすればよかったっていうんではなくて、今自分のできることは何かというふうなものの考え方をする。こういうのを先ほどうつ病って言いましたけれども、その過去にとらわれる、うつ病者の考えなんていうのは過去にとらわれちゃうんですね。で、そのザ・ゲームイズ・オーバーだと、考え方、もうゲームは終わったと。実は終わってないんだけど、ゲームイズオーバーという考え方をしてしまう。考え方という感じ方をしてしま
で、まあ、一つの扉が閉まれば別の扉が開くわけですけれども、シベリーという人の言葉を借りればですね、I don't have a second chance と。自分は第二のチャンスがないと。つまり、チャンスがないんじゃなくて、自分の側から第二のチャンスを拒否して、いつまでも失われた第一のチャンスに、こだわってしまうっていうんですかね。ところが、どうも、我々の文化の中にはですね、この過去にとらわれてるっていうことを否定的に考えない場合も結構あるんですね。例えば忠犬ハチ公なんていうのがあるわけですよ。これはもう大変立派なもの。まあこれは忠犬ハチ公じゃなきゃいいけど、人間だったらやっぱり問題ですよね、こういうのは。すでに失われた、いつまでもじっと待っているわけですからね、そういうのは。まあその忠犬ハチ公だからいいんですけれども、だけどそういうのをその美化して考えたりするんですね。やはりその失われたものは失われたものとして、その時点から新しくその自分の情熱を向けていくと。でだから今生きるっていうことはですね、かなりその実は人間が受け身であってはいけないし、能動的でなきゃいけないし、エネルギーの向け方として非常にその健全だということなんですね。今を生きる。今を生きるのもその過去の復讐のために生きてしまったらですね、やはり過去にとらわれているということでしょうし、自分のエネルギーの使い方を本当に今に生きていくと。まあそういう意味では、今ということは別の言葉で言えば過去に支配されるなと。ことに青春というのはそういう意味では過去に支配されないで、その溢れるエネルギーを今に生きなければいけないんだろうと、まあ、いう気がするわけです。今うつ病者という言い方をしましたけど、依存性が強いと、依存心が強いと、どうしても過去に生きてしまうんですね。さっきその恋愛の話をしましたけれども、失恋するとその人から抜け出ることができない。いつまでもその人に依存しちゃう。どうしてもそこから抜け出してこられないというですね、依存心が強いと。で、まあそういうのを対象喪失の非適応性というような難しい言葉を使うこともあるんですけれども、自分の情熱の対象を失ったと。で、対象喪失。で、健全だとその対象喪失にこう、適応していかれて、まあ、最初はそれは泣いたり騒いだりしますよ。振られたの話ですからね。だけど、だんだんとその対象喪失に適応して、怒りや悲しみから抜け出て、新しい別の情熱の対象を見つけて、こう生きていくと。それがまあ、人間としてのですね、かなり健康な姿であろうと、まあ、いうことなわけです。でまあ今ということはですね、まあこのぐらいにして、今言ったその今生きられない、過去に生きられ、過去にその生きてしまう特質っていうんですかね、そういうことの代表として、ちょっとそのうつ病というのを挙げたわけですけれども、うつ病者の時間構造は後の祭りだという。でこの青春の問題を、そういう意味で今日はそのテーマが今青春とはということで、少し裏からこう考えてみたいわけです。そのうつ病というのは生きがいを失って生きている姿ですから、どこにそういう人たちのそのものの感じ方、考え方に欠陥があったのかと。だとすれば、青春を思いっきり生きるためには、こういうふうな姿勢でなければいけないというですね、そこら辺を考えてみたいと思います。そうすると、例えばですね、今僕は皆さんにうつ病なんていう話をするとね、さも全然うつ病なんていうのは、自分とは関係ないと。どっかその遠い世界のことだと思ってるかもしれないんですが、実はそのうつ病というのはですね、風邪とうつ病は病気のうちで最も広くかかるものだということを言ってる人もいるんですけれども、人間はその肉体的な病よりもむしろ心の病の方が問題なんですね。ところが実際の我々の日常生活を考えてみると、やはり肉体的な健康の方に注意がいって、心の問題にはあまり注意がいかない。
で、むしろ心の方に注意をやるとそれはおかしなような雰囲気になるわけです。例えばね、その今風邪とうつ病とは病気のうちで最も広くかかるものって言いましたけれども、手紙の最後にですね、皆さんはよくお風邪など召しませぬように頑張って、働いてくださいなんていうことをよく書くわけですね。その手紙の最後にですね、うつ病にかからないように元気になってくださいなんていうことを書いたらですね、相手はなんとこれは失礼なやつだと、まあ、いう話になるわけです。から皆さん就職するときに、学生時代が終わって働くときにですね、大抵の人は何て言われたかっていうと、まあ、一生懸命働くのはいいんだけれども体には気をつけてくださいと、体に気をつけて一生懸命働いてくださいという言われ方はしたでしょうけれども、学生時代が終わるときですね、卒業式に校長先生が出てきて、いや君ら心に注意をして働いてくれとおそらく言わなかったと思うんですけれども、やはり体に気をつけてということなんですね。で、実際は今言ったように心の病っていうのはかなり、深刻な問題になっている。ここではそういう問題を考えるわけですけれども、今言ったようにそのうつ病というと全然こう関係ないと思ってしまうんですが、実はそう関係ないものでもないんだと、まあ、いうことをですね、最初に頭の中に入れといていただきたいわけです。で、まあ、うつ病の症状っていうのをちょっと言いますと、これはうつ病になった人たちがどういうことを言ったかということなんですけれども、物悲しい、すべてがダメ、打ちのめされた、立ち上がれない、さっぱりしない、心が晴れ晴れしない、いつも心が曇った感じ、何を見ても何を聞いても楽しくない、人が楽しそうにしていると心が暗くなる、目の前に壁が立ちはだかっている感じ、心に隙間風が入ってくるような気がする。まあそういう意味で全体的な気分沈下って言いますかね、なんかイライラ焦ることは焦ってんだけれども、実際何かやるのは非常に億劫だと、まあいうようなこととかね、在籍感、なんか人に責められているような気がする、なんか自分が悪いような気がする。だから例えばですね、仲間で集まってこうしらーっとしちゃうときですね、盛り上がらなかったときに、なんか自分が悪いように感じる人ってのがいるわけですね。あるいはそういう感じはですね、なんか自分のやり方が悪いと思ったりする。まあ、別に感じが悪いわけじゃなくて、そこに集まった人みんなの責任だと思うんですけれども、なんか感じはね、自分が悪いような気がする。あるいは人が怒るとなんか自分が悪いような感じがし、自分の責任。あるいはなんか言おうとした時にこういうことを言ったら人は不愉快になるんじゃなかろうかと言って、不愉快な顔をすると自分の責任に感じたりすることがあるわけです。まあ、そういうので、絶えずその自責の念なんていうのも特徴なわけです。やっぱりそのせっかく生まれてきてですね、こう本当に自分っていうものを生かしてね、こう自分のやりたいことがあって、自分のエネルギーがあって、せっかく生まれてきたわけですから、たった一回の人生でね、思う存分自分がこうやりたいことをやるし、で人々に愛情は注ぐし、社会のために尽くそうとかですね、そういうわーっていう姿勢がやっぱり僕は青春だろうと思うんですね。これは絶えずなんかおずおずしてやることは立派、人に親切にする、だけどその親切にしながらですね、怯えてる、嫌われたら大変だ、なんかしようつった、こんなことすると評判悪くなるからやめよう、でそうやってビク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 しながら生きてるのは、やっぱりどう考えても青春とは思えないんですね、僕は。で、これは青春ばっかりじゃなくてですね、どうも我々日本人はそういう傾向は強いような気がする。まあ、先ほどテレフォン人生相談ということを言いましたけれども、今日の相談なんか見てもですね、結局どういうことかというと、まあ、奥さんから相談がかかるわけですね。ご主人がこうだと。お姑さんがこうだと。で、私はずっと折れて生きてきました。で、私さえ折れれば、みんなうまくいくんだと。だけど、私さえ折れればっつって、その人がですね、なんか非常に立派そうに言いますけどもね、僕に言わせればその人は折れることが一番楽なんですよ。私は折れてますって自分を美化してますけど、本当は自分を主張するのが怖いだけの話。この人にとって実を言えば、
自分は折れることが一番心理的に楽なんですね。じゃあ折れていいことあるかっていうと、その人はもう私はこれでもうダメだと、もう家出たいと、こういう言い方で、折れて家出るぐらいならですよ、あるいはノイローゼになっちゃうぐらいだったら、僕に言わせれば自分を主張して、そしてその多少こう議論があってもね、それで元気よく生きている奥さんの方がいいと思うんですよ。折れてみんなのためにって言ってノイローゼになる奥さんよりもね。これで A 面を終了いたしました。引き続き B 面をお聞きください。